初代クラレンドン伯爵、エドワード・ハイドは、新京都革命から王政復古期のイングランドの政治家、歴史家、貴族。1640年に庶民院議員となり、恩憲進歩派として、チャールズ一世の先制政治を批判した。しかし、国王体験の剥奪など、急進的改革には反対し、王と議会の和解に努めた。新京都革命が勃発すると、 立憲王政派として行動して国王の信任を得た。1645年には皇太子チャールズと共に亡命し彼の亡命宮廷に仕えた。1660年の王政復古後にはチャールズ2世議の重臣として国政を主導、長期議会初期の立法を基礎とした立憲王政の確立を目指した。1661年から1665年に 制定された一連の非国教徒弾圧法は、彼の名を取って、クラレンドン法典と呼ばれているが、彼自身はこれに否定的だった。英乱戦争の敗北などで批判が高まり、1667年に失脚。フランスへ亡命し、歴史書、イングランドの反乱と内戦の歴史を表した。1660年に、ハイド弾尺。1661年に、 クラレンドン伯爵に除された。娘アン・ハイドは、イングランド国王ジェームズ二世の最初の妻であり、従って、イングランド女王メアリー二世アンは外存にあたる。1609年、庶民委員議員を務めた地主ヘンリー・ハイドの子として、生まれる。オックスフォード大学、マグダリン・ホールや、ミドルテンプル法学院で学び、法廷弁護士となる。第二代フォークランドルシャス・リーと交流を、 深めて、恩恵進歩派の論客となり、1629年以来議会を召集せずに、先制政治を行っていた、チャールズ一世やその側近の初代ストラフォードを伯爵トマス・ウェントワースを批判した。1640年に11年ぶりに召集された、議会で、庶民院議員に当選して、政界入りし、新世紀に行われた圧政を追求した。 1641年のストラフォード白団外にも賛成したが、この頃から急進派議員と議会外大衆の急進活動を懸念するようになり、議会と国王の均衡を求める恩憲派として同年に可決された議会の大歓送については、国王体験の看板として反対した。以降国王に近しい立場になって、立憲王党派と呼ばれるようになり、 ジョン・ピムラ急進派議員と対立を深めた。1642年1月に国王が急進派議員をクーデター的に逮捕しようとして失敗して、ヨークへ逃れる事件が発生すると、議会は急進派が掌握するところとなった。彼も5月に逮捕の危機にさらされて、ヨークの国王の元に逃れた。国王の信任を受け、1643年には財務大臣に任じられた。 内乱勃発後も恩恵な応答派として議会と国王の和解を目指したが和平交渉は身を結ばなかった。国王軍の旗色が悪くなった1645年に国王の命令で皇太子チャールズと共に亡命した。当初ジャージー島やオランダで暮らしパリに作られたチャールズの亡命宮廷には積極的に参加しなかったが1651年頃から チャールズの側近として亡命宮廷の中心人物となり王政復古の下地作りに励んだ。1658年のオリバー・クロムウェルの死でイングランド共和国が動揺すると王政復古へ向けた政治工作を本格化させ、ジョージ・マンク将軍の取り込みや革命期の行動を大逆罪に問わないことを保障したブレダ宣言などによって1660年に議会に 大勢復興を決議させることに成功した。国王と共にロンドンへ帰還し、以降国王最大の側近として7年にわたってイングランドの国政を主導した。国王申請ではなく、長期議会初期に制定された諸法によって制限された立憲王政を目指した。共和世紀の遺産も受け継ぎ、国王体験を基礎とする封建的財政を復活させず、 共和政紀に確立された国民への向上的課税を基礎とする近代的財政をそのまま採用した。革命派への復讐を求める議会の騎士派を抑え、復讐は市役者など一部の者のに限定し、原則として革命期の行動については不問とした。また共和国政府に所領を没収された者には所領を返還したが罰金を課されて自発的に所領を売り払ったケースは、 変換なしとした。この処置は、応答派の不満を招いた。宗教政策では寛容に失敗し、議会の新教徒革命追求の機運に押されて、新教徒を国教会から排除して、被告教徒にし、彼らを弾圧する法律を次々に法廷した。これらは、クラレンドン法典と呼ばれるが、彼自身は、こうした、非寛容政策には、批判的だった。 外交政策では1662年にはダンケルク売却を実施して批判を集めた。1665年にはオランダとの間にエーラン戦争が勃発したが敗北した上に財政が疲労する結果に終わったのでさらなる批判を受けた。1665年のペスト流行や1666年のロンドン大火で批判はさらに高まった。 1667年8月、議会で政府批判が高まることを恐れたチャールズ2世が議会開会前に彼を政府から追放しようとし、その圧力で大法官辞職に追い込まれた。10月に召集された議会から大逆罪で告発されたため、フランスへ亡命。そこで名著と名高い歴史書、イングランドの反乱と内戦の歴史を表した。1674年に、 ルーアンで死去した。歴史家 GM トレベリアンは、長期議会初期の国王と議会の均衡にこだわって、銀内革製に踏み出せなかった人物としながらも、復讐政策を取らず、王政復興を成功させたことを評価している。1660年にハイド男爵、1661年にクラレンドンハクとコーンベリー一爵に除せられた。爵位は、長男のヘンリー・ハイドが継承した。 次男ローレンス・ハイドも後に、ロチェスター伯爵に除される。また娘アン・ハイドは、チャールズ2世の弟のヨーク公ジェームズと結婚し、後のイングランド女王メアリー2世とアンを設けている。1626年のエドワード・ハイドを描いた、肖像が1609年2月18日、ウィルトシャー・ディントンの地主で、庶民院議員を務めたヘンリー・ハイドとその妻、 メアリーの子として、ティントンに生まれた父や家庭教師から古典の教育を受けた後、1623年十3歳で、オックスフォード大学マグダリンホールに入学し、1626年に卒業した。裁判官のおじ、ニコラス・ハイドの講演で1625年に、ミドルテンプル法学院に入学し、1633年には法廷弁護士資格を取得した。 1634年7月に、小学再建裁判所主事、造兵局長官、トマス・エールズベリーの娘フランセスと結婚。同年に、父・ヘンリーが死去し、ハイド家の後を継いだ。父は遺言で、国の法律や自由を、自らの利益や、君主の意志のために犠牲にしてはならないと述べたという。第二代フォークランド死者クルーシャス・ケアリー学府、トマス・エールズベリーの縁故で、 国王チャールズ一世への側近のカンタベリー大主教、ウィリアム・ロードの地狂を得、彼から法律家としての活動を評価されたのが、きっかけで裁判官や著名な法律家からの依頼が、続々と来るようになった。民事訴訟裁判所文書保管係にも任命された。当時、第2代フォークランド死者クルーシャス・ケアリーの屋敷では、ジョン・セルデンなど、東大一流の進歩派の知識人が集まるクラブが、 定期的に開かれており、ハイドもそこに出入りするようになった。ここでの法律、哲学、宗教などの討議を通じて、進歩派の論客としての研鑽を積んだ。1629年以来11年にもわたって、国王チャールズ一世は議会を召集しようとせず、議会立法ではなく、数密隠令に頼った政治を展開し、国民の民意を無視し続けていた。その結果、 初代ストラフォード伯爵トマス・ウェントワースやロードなど国王近親による強権的統治が行われていた。ハイドラ進歩派は王権侵受説を批判して法の支配を唱え国王の権限が法の範囲を超えて拡大されることに反対していたのでこのような状況を批判していた。第一次主教戦争後スコットランドとの戦費を渇望するチャールズ一世は ストラフォード博の助言を入れて1640年4月13日に議会を召集し臨時課税を求めた。この議会の選挙でハイドはウッドン・ワセット選挙区から選出されて庶民院議員となっている。議会は国王の課税要請に応える前に1629年から続く議会軽視の申請に苦情を申し立て申請以前の政治慣行の復活を要求した。 ハイドもフォークランド施策やセルゲンの理論に従って、法の支配、国王と議会の権力の均衡、プロテスタント信仰に基づく強力な国教会の確立を要求した。国王は、貴族院取り込みを図って乗り切ろうとしたが、庶民院の反発が静まらなかったため、召集からわずか3週間後の5月5日に、議会は解散された。この直前に、ハイドは、ロードの元を訪れて、 議会の続行を国王に助言するよう求めたが、ロードは聞き入れなかった。1640年8月末には、スコットランド軍がイングランドへ進行し、ニューカッスルを占領した。軍隊を組織するお金がないチャールズ一世は、スコットランド軍撤兵の条件として5万ポンドの賠償金をスコットランドに支払う立本条約の締結を余儀なくされた。チャールズ一世は、 その賠償金も用意できないため、さらに弱い立場で議会を再召集する羽目になった。審議会は9月に選挙の告示があり、10月に総選挙が実施された。ハイドはこの議会でサルタッシュ選挙区から選出されて、庶民院議員となっている。半年の間に世論の空気は変わっており、国王とその側近に対する信頼は完全に消えていた。そのため、 前議会は穏便に申請前に戻ろうとしていたのに対し、審議会は申請の責任追及の機運が高かった。申請下で逮捕された政治犯が次々と釈放されるとともに、国王側近に厳しい責任追及が行われることになった。ハイドも先制政治を厳しく追及し、文章院裁判所の活動を調査する委員会、船舶税を支持した。 裁判官を調査する委員会、国政を歪めた裁判所の活動を調査する委員会、体験裁判所を検討する委員会、今後の議会のあり方を検討する委員会、協会の改革を検討する委員会など記録に残るだけでも7つの委員会に委員として所属して申請下の圧政の調査を行っている。1641年2月には国王側近、 ストラフォード博に対する弾劾裁判が開始された。ハイドもストラフォードを告発する文書作成委員会の委員となった。ハイドにとってストラフォード博は北部評議会の権限を拡大してその地域を先制的権力の海に沈めた張本人であるため容赦なく追求した。だが同時にこの頃からハイドは急進的進歩派に不安を抱くようになった。 ストラフォード白団外の最中、何千人ものロンドン市民がウェストミンスターに押しかけて、来て、ストラフォード白処刑を求める G 行動を起こし、処刑への同意をためらう国王や、貴族院議員を罵倒していたが、ハイドはそれを見て嫌をした。公正ハイドはこの時の市民の G 行動を、前代未聞の不敬反逆的な暴動と批判している。議会は5月12日に、 ストラフォード博を処刑するとともに、1640年から1641年にかけて議会権限を回復、強化する法案を次々と可決させた。議会の許可なき課税として批判されていた、船舶税は、不法と決議され、議会の同意なく国王が関税をかけることを禁じる、トン税、ポンド税法も可決された。3年議会法により、 国王の解散証書がなくても議会が3年以上、休会したら解散総選挙が行われる旨も定められた。正室調裁判所、北部評議会、高等州務官裁判所など国王先生政治の象徴となっていた体験裁判所も廃止された。国王もこれらの改革に同意している。申請前に機能していた政治の観光の復活を 目指すハイドやフォークランド施策にとっては改革はこれで終了であって国王と議会の相互信頼の回復が今後の課題だった。ところがジョンピムラ急進的進歩派の議員にとっては改革はまだ終わっておらず国王体験の制限が次なる課題だった。そして11月には国王が持つ数密顧問官をはじめとする管理人免権を議会の統制下に置く内容の 議会の大歓送を提案した。ハイドたち恩恵派は国王体験の侵害としてこれに強く反対した。また急進派は大歓送を議会外の大衆に公表するつもりであったが、ハイドたちは既存の社会秩序が崩れるとして議会外大衆への働きかけに反対した。この大歓送については2週間ほど議会内で議論が行われたが、結局11月23日に 僅差で可決されている。これにより、議会内の恩恵派と急進派の分裂が決定的となった。チャールズ一世を描いた、肖像がこれ以降ハイドラ恩恵進歩派は、国王と近しくなり、立憲的国王派と呼ばれるようになる。ハイドは、急進的な議会外大衆の圧力から議会を守ると同時に、国王に対してもこれまで議会が制定した法律を、 遵守する姿勢を示すことで、先生を復活しようとしているのではないかという、国民の不信を払拭するよう努めるべきであると助言した。だが国王は、この助言を聞き入れなかった。1642年1月3日には、強行応答派の初代ブリストル伯爵、ジョン・ディグビーにそそのかされた国王が、ピムラ急進派議員をクーデター的に逮捕しようとして失敗する事件が発生した。 この事件に対する憤慨により議会は完全に急進派が牛耳るところとなった。これまで国王寄りだった貴族院ももはや庶民院の急進派に逆らわなくなった。立憲国王派の肩身は狭くなったが、ハイドは国王と議会の和解を諦めず、恩憲派の再結集を狙うとともに国王にロンドンから離れないよう助言した。しかし身に危険を感じた国王は、 イングランド北部のヨークへ逃亡し、そこを王党派の拠点にし始めた。5月半ばには、ハイド追求の機運も高まり、逮捕を恐れたハイドは、ヨークの国王のもとへ逃れた。1642年6月に、議会はヨークにいる国王に対して19箇条、提案を送り、国王の交換、裁判官任免権、軍の統帥権、教会改革権を議会に譲渡することを要求した。 国王はこれを拒否し、ハイドとフォークランド施策に反論文を作成することを命じた。二人は、その反論文の中で次のように論じて、議会主権を拒否して、立憲王政の必要性を訴えた。我々の先人たちの経験と知恵は、イングランドの生態を、君主制、貴族制、民主制の三つを混合することで、それぞれの利点を王国に与えることができるように、 また均衡が三つの身分間に存在する限り、それぞれの制度に内在する不都合が生じないようにと築き上げてきた。君主制の長所は一人の君主のもとに国民を統合し、その結果外敵の侵略や国内の暴動を阻止することである。貴族制の長所は人々の利益のために国の最も有能な人物を会議体へと結びつけることである。 民主制の長所は自由と自由がもたらす勇気と勤勉である。この反論文を先々布告と見た議会は7月初めにも第3代エセックス博ロバート・デ・バルーを指揮官とする議会軍を組織し、対する国王も8月にノッティンガムに国王軍の集結を命じた。こうして内乱は不可避の情勢となり、第一次イングランド内戦が始まった。 国王から強く信任されるようになり、1643年2月には、財務大臣と、数密顧問官に任じられた。ハイドラ立憲国王派は、内乱勃発後も、議会に規制された王政の存続を旗印に、議会との和平の道を探っていた。王党派の本拠地オックスフォードに、議会派の和平派を迎え、彼らと交渉を行った。その中で、議会派は、 国王が軍の統帥権を放棄すれば和平は成立しうるとの見解を示した。ハイドは早速国王にその旨を伝え、陛下の置かれている苦境は戦争の継続によって改善される見込みはありません。一方議会の和平案は陛下を少しも傷つけない、ばかりか、著しい利益を与えるものですと助言して、この和平案を飲むべきと進言したが、国王は王妃、 ヘンリエッタや強硬派の側近にそそのかされて、この和平案を蹴ってしまった。厚生ハイドはこの時の国王の態度を取り返しのつかない決定と評した。ハイドの名優フォークランド主者はこの国王の態度に失望して1643年9月20日の第一次ニューベリーの戦いにおいて自殺同然の戦死をしている。12月にハイドの助言を入れて国王は、 オックスフォードに議会を招集すること、ウェストミンスターの議会を離れてこの議会に参加した議員には例外なく恩赦を与えることを宣言した。ハイドの狙いはオックスフォードとウェストミンスター双方の恩恵派の合流だった。1644年1月に招集されたオックスフォード議会は40名の貴族院議員と100名の庶民院議員が出席し、 ウェストミンスター議会との和平を追求したものの、成果のないまま終わった。ハイドの努力はまたもとろうに終わった。ハイドが最後に和平交渉に加わったのは1645年1月から2月にかけてのアックスブリッジでの会談だったが、この時には議会派は完全に抗戦派に牛耳られており、和平派はもはや議会内で力を持っていなかったため、実を結ばなかった。 1649年から1653年頃に描かれたハイドの肖像が1653年頃のチャールズ2世を描いた海画国王軍の戦局が悪化の一途をたどり交渉による和解の道も期待し得なくなる中の1645年3月最悪の事態を覚悟したチャールズ1世はハイドに皇太子チャールズを託し オックスフォードから離れて大陸へ亡命するよう命じた。以降ハイドは15年にわたる亡命生活を送ることになった。皇太子はパリに亡命宮廷を建てたが、ハイドはしばらくの間、それに積極的には参加しなかった。3年にわたってジャージー島で過ごして国王から依頼された歴史書の執筆活動に励んだ。1648年6月に、 チャールズ皇太子がイングランド侵攻を企てた際には、それを補佐するべくジャージー島を離れたが、航海中に海賊に襲撃されたため皇太子のもとに参じることができなかった。また、皇太子の放棄は結局失敗に終わった。その後、ハイドは亡命宮廷から離れたオランダで数年を過ごした。当時のハイドは亡命宮廷内に対した力を持っていなかった。そこを支配するのは、 王母ヘンリエッタをはじめとする王族たちであった。ハイドが亡命宮廷内で力を持つようになったのは、1651年11月に、チャールズがスコットランドでの旗揚げに失敗して、パリに逃げ帰ってきた後のことである。この直後にチャールズはハイドを召喚し、以降彼を側近として使うことにした。1654年には、国王秘書長官、1658年には、 大法官に任じられた。国王側近となったファイドは亡命宮廷がイングランド国民の心情から離反した一人よがりな存在にならないよう努めた。例えばチャールズが後権裁判所を復活させようと企むとそれを思いとどまらせたり、王母ヘンリエッタがカトリックに対する罰則を廃することを訳し、さらにチャールズをカトリックに回収させることで、 カトリックの支持を得ようと主張するとそれを阻止することにも努めた。五国教王オリバー・クロムウェル・ダトのためにイングランド・スコットランド一の不満分子と取引するという陰謀も積極的には行わなかった。長期議会冒頭で制定された一連の法律で規制された王政とイギリス国教制を復活させることがハイドの目的であり、これらの政策はそれに有害と考えたからである。 そして我々がじっと待つことができなければ神はやってこられないだろうという心境のもとイングランド共和国の次回の日を辛抱強く待った。1658年9月のクロムウェルの死去で共和国体制が動揺するとハイドは積極的に共和国内の分裂を促す工作を開始した。共和国の混乱が深まるにつれてハイドのもとには 共和国政府の実務家からも国王に忠誠を誓う胸の書簡が送られてくるようになった。とりわけ鍵を握るのはスコットランドに統制された軍隊を持つジョージ・マンクであった。マンクは自由な議会を求める世論に支えられて1660年2月3日にロンドンに入場していた。この時には マンク将軍はまだ王政復興を明言しなかったが、選挙が王党派の優位で進むのを見て、ハイドとの交渉に応じ、その中でマンクは広範囲な恩赦を出すこと、国王と教会の土地について議会の決定を受け入れること、両親の自由を保障することを王政復興の条件に挙げた。これはハイドの目指すところと全く同じであり、ハイドは直ちに受け入れを表明した。ハイドは4月に、 ブレダ宣言を起草し、国王にこれを発布させた。これは、議会で例外とされたものを除き、良き新民としての服従に立ち返る人々全員に、無償の恩赦を与え、革命中に大逆罪を犯していたとしても、不問とすること、また、革命の間に生じた土地所有権の変更については全て議会の決定に委ねることを約束していた。処罰への恐れが、 王政復古への抵抗を生まないようにするため、また過去の行為の追求によって、不和や分裂が生じないようにするためだった。この文書は、王党派のジョングランビルを通じて、庶民院、貴族院、陸軍、海軍、ロンドン市に配られた。1660年4月25日に召集された仮議会は、王党派が多数を占めており、ブレダ宣言の受け入れを決議した。そして、 仮議会の要請に基づいて5月29日に、チャールズ2世はハイドを伴って、ロンドンへ帰還した。これ以降ハイドは、国王最大の側近として、イングランド国政を主導する人物となった。数ツインメンバーは、ハイドはじめ国王と共に亡命していた、王党派9名、第4代サウサンプトン伯爵トマスリズリーラ、共和世紀も国内とどまっていた、王党派7名、 第2代マンチェスター伯爵エドワード・モンタギューラ、長老派7名、マンクやアンソニーア・アシュリー・クーパーら共和制政府の交換4名という派閥横断的な構成となった。しかしハイドは国王秘書長官、エドワード・ニコラス、大倉京サウサンプトン伯、王室家政長官初代、オーモンド公爵ジェームズ・バトラーなど数密院の中心人物から指示を得ていたので、 数密院を強力に掌握していた。国王より王政復古の老をねぎらわれ、1660年11月にはハイド男爵、1661年4月にはクラレンドン伯爵に助せられている。1662年には改めて大法官に任じられ、ロンドン中心部のピカデリーに広大な土地を与えられた。クラレンドン伯が目指す、 政治体制はもちろん国王申請ではなく、長期議会初期にクラレンドン博含むほぼ全議員の賛成により、制定された一連の法律によって制限された立憲王政である。これらの法律を王政復古政府はほとんど受け継いでいる。各州の体験裁判所を復古させることもなかった。1640年11月に、 長期議会が招集されてから1642年2月までに制定された法律は国王の同意を得て成立しているからすべて有効であり、それ以降の法律は国王の同意を得ずに議会が単独で決めたものなので条例に過ぎず無効というのが王政復古政府の基本的な立場であった。ただし王政復古政府が長期議会初期の法廷で受け継がなかったものが2つある。 一つは三年議会法である。これは、議会が三年以上休会した場合には、議会は解散されたものとみなして、国王の解散証書なしに総選挙が実施されると定めた法律である。チャールズ二世は、自分の証書をないがしろにしている、この法律を剣をし、1664年3月に、岸議会の応答派に働きかけて、これを改正させ、国王の解散の証書なしに、 の一文は削除されることになった。現実的には、王政復古政府が3年以上も議会を開かないで統治を行うことはまず不可能だったであろうが、国王としてはいざという時の議会召集、解散権を自分の手に残しておきたかったものと思われる。もう一つは、聖職者議席剥奪法である。これにより、主教たちが貴族院に参加できなくなっていたが、 1661年5月に召集された岸議会の王党派国教徒たちによって真っ先に廃止され、主教たちは再び貴族院に議席を持つことになった。逆に1642年以降の国王の承認のない法律による制度でも王政復古政府が引き継いだものもある。クラレンドン博が長期議会初期の立法を原点としながらも共和制の良き遺産は、 受け継ぐことをためらわない人物だったことによる。例えば国の財政について国王体験に基づく課税を復活させず、共和政権に確立された課税制度を引き継いだ。これによりイギリスは国王の資材から統治の費用を賄うという封建的財政を脱皮し、向上的な租税収入により国民が国家財政を支えるという近代的な租税国家となった。 国王にはその中から経費を王室費として与えることになった。また大権裁判所の内公権裁判所は1646年に廃止されたが、この廃止は引き継いだ。クロムウェルの公開条例と呼ばれる公開奨励法も引き継いだ。これはイギリスが世界中に植民地を獲得して大英帝国を建設する布石となる。 1666年に描かれたクラレンドン博王制復興を安定させるために、クラレンドン博が重視したのが革命派に対する復讐を抑止することだった。ブレダ宣言に基づき、1660年8月には仮議会で免責・対社法が決議され、チャールズ一世死略者や共和国指導者などを例外として革命期の行動について原則免責となった。 これにより市役者はすでに死亡したものを除き、全員が裁判にかけられ、そのうち29名に死刑判決が下った。また市役者以外では、ヘンリー・ベインが危険な共和主義者として処刑された。クラレンドン・ハクト国王は復讐をこれにとどめようとした。1661年に騎士派が多く選出された騎士議会で共和国指導者13名が新たに 原罰リストに加えられた際にも、クラレンドン博は国王と共にこの法案の通過を阻止している。王政復興を失敗させないためには、過去を忘れることが肝要なのであった。また、共和世紀の土地変動については、共和政府が没収した、教会領、王領、王党派所領は、その購入者への正当な保障もなしに、無条件回復としたが、共和政府に、 悪意を抱く者として課せられた罰金を支払うために自発的に土地を売ったケースは返還なしとした。共和派、王党派双方から一定の支持を得られるようにした妥協策であった。しかし、共和正規に土地売却に追い込まれた王党派は王への中誠の見返りがないとしてこれに不満を抱いた。彼らは大々的な復讐政策を実行して革命派の土地を奪い取り、 自分たちのものと従っていた。これがクラレンドン博に対する最初の不満となった。復興行政政府のアキレス権となったのは宗教政策だった。ブレダ宣言で宗教についても寛容の精神が謳われていたのに議会の国教との応答派に押されて宗教には非寛容な姿勢で臨むことになったからである。1660年10月に国王は ウスタハウス宣言を出して、長老派も含めた、緩やかな国境界体制を作りたいという希望を表明したが、仮議会内の応答派は、厳格な国境界体制を求めて、これに反発した。以降宗教政策を国王体験として、宗教的寛容を唱える国王と、国境界を国家統一の絆として守り抜こうとする、議会の対立は、チャールズ2世、続く。 ジェームズ2世の知性でも続き、名誉革命の伏線となる。1661年に召集された岸井議会は仮議会以上に強硬な国境会派にして合詞支配的な者たちの党派が多数派だった。そのため革命への報復感情もあって、ピューリタン弾圧の機運が強かった。国教会と長老派の会談も不調に終わり、復活した聖職会議において、 長老派をはじめとするピューリタンは被告教徒として国教会の外に排除された。これにこうした岸井議会がクラレンドン博や国王の意に反してピューリタン弾圧の法律を次々と制定したのである。1661年には被告教徒が都市自治体の役職に就くことを禁じる自治体法が制定された。1662年には礼拝統一法が 制定されて9000人の国境界聖職者のうち2000人が聖職録を剥奪された。さらに1665年までに秘密令廃集解禁司法と5マイル法が制定された。これら非国境と弾圧法規は彼の名をとってクラレンドン法典と呼ばれている。ただし、クラレンドン博自身はブレダ宣言に象徴されるように不寛容政策に反対する人物であり、 この一連の弾圧放棄にも批判的であった。1662年には大倉共産サンプトン博の震源を受け入れて膨大な維持費がかかるダンケルクの売却を行った。有利な条件で売却したにもかかわらず、フランスから賄賂をもらって、フランスにダンケルクを売り飛ばしたと噂され、商人を中心としたロンドン市民から強い反発を受けた。 1665年には貿易上のライバルであるオランダとの間にエーラン戦争が勃発した。クラレンドン博はこの戦争に反対していたが王帝ヨーク公ジェームズをはじめとする主戦派に押し切られた。この戦争はフランスやデンマークも敵に回す対戦となり財政を大きく疲労させた。戦局もフランスの支援を受けたオランダが優位に進め、1667年には オランダ軍がチャタム海軍基地を襲撃するまでになった。議会はこの原因を政府の財政運営不備に求め、クラレンドン博批判を強めた。1665年にはペストの流行、1666年にはロンドン大化があり、その不満と批判もクラレンドン博に向けられた。クラレンドン博は議会からも民衆からも嫌われ、次第に 数密院内でも孤立するようになった。すでにニコラスは老齢で引退しており、オーモンド公は総督としてアイルランドに赴任していた。サウサンプトン博も財政上の失敗と老齢で影響力を落としていた。代わりに数密院内で対等していたのがハンクラレンドン博派の初代アーリントン博爵ヘンリー・ベネットだったためである。また国王の態度も冷たくなっていた。 チャールズ2世にとって、クラレンドン博は、少年時代からの原父、教師のような存在であったが、成人してからも、出席や還元をやめないので次第に煩わしく、思われるようになっていた。そして1667年8月、議会で政府批判が高まるのを抑えるため、チャールズ2世は、議会召集前に、クラレンドン博を辞職させようと決意。 国王の圧力を受けて8月30日に大法官を辞職した。1667年10月に召集された議会は、第2代は金が向こうジョージ・ビリアーズの主導で、クラレンドン博を大逆罪で告訴した。国王もそれを公式に指示したことを知った、クラレンドン博は身の危険を感じて1667年11月29日にイングランドを離れて、再び、 フランスに亡命した。クラレンドン博失脚後の国政は、国王チャールズ2世とその長身集団、コバルによって主導されていくことになる。フランス亡命後、クラレンドン博は執筆活動に戻り、イングランドの反乱と内戦の歴史を完成させた。この書は、内乱期の人々の思想や行動を、王党派、議会派の区別なく構成に描き、 今日歴史書としても文学書としても高い評価を受ける古典となっている。1674年12月19日にルーアンで死去。爵位は長男ヘンリー・ハイドに継承された。また、次男のローレンス・ハイドも後にロチェスター伯爵に助せられている。19世紀的保育士官においては、ピューリタン革命が進歩の重要な契機と評価されているので、 王政復古期を代表する政治家、クラレンドン博は反動分子として扱われ、評価はかんばしくない。20世紀の歴史家 GM トレベリアンも、クラレンドン博について、長期議会初期の1640年に法定された、国王と議会の均衡の概念を政治的英知の頂点、国政の最終的英知と信じ込み、それにとらわれ続けていた後ろ向きの政治家とし、 すでに立法府と行政府の均衡だけでは足りず、議会が国王とその政府を支配下に置く、銀内閣制に移行せねばならない時期が来ていたことを理解できなかったのが彼の限界としている。同時にトレベリアンは、クラレンドン博が革命派への復讐を許さなかったことを高く評価し、そのおかげで、イギリス王座は全ての党派から受け入れられる国民的制度として、再び定着したとしている。 1660年11月3日に、以下の借を新規にノブされた。1661年4月20日に、以下の借を新規にノブされた。1632年に、ウィルトシャーの有力者、ジョージ・アイリフフェの娘案と結婚したが、彼女は結婚から5ヶ月後に病死した。1634年には、小学再建裁判所主事、造兵局長官の初代順断者。 トマス・エールズバリーの娘フランセスと再婚し、彼女との間に以下の6子を設ける。ありがとうございます。